なり3対3で間もなくスタート。2秒、1秒、今スタートしていきました。コースタートはわずかに内側でインコースからの1号艇、2号艇、3号艇といいスタート。まずはインから先前の1号艇の清野、刺してきました2号艇、3号艇、後ろ4番、5番、6番ですがバックスリッチャー押し切った。デビュー初 V へと向かって清野翔子が早くも先頭単独だった。その後ろ2番手ラスには2号艇上がってきて渡辺、後ろに3号艇、4号艇、5号艇と控えて後方6号艇、なおスタートは清野でした。第1ターンマークトップで回る1号艇、デビュー初優勝清野翔子、そして2番手2号艇回ったところ3号艇握った4号艇の後ろ5番、6番ですが2番手は2号艇がキープして3番手争いはわずかにアウトから4号艇の山下レーサー2周目とあります。先頭は見事なイン速攻を決めて1号艇の清野翔子。優勝しました清野翔子選手です。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。まずは今のお気持ちを聞かせてください。いやもう逃げれてよかったです、はい、初めて優出した住之江で、はい、10回目の優出での優勝になりました、はい、長かったですか。そうですね、まあ、いろいろ自分も大変というか点数が取れない時もあったんで苦しい思いもしたんですけど取れてよかったです。今日なんですけども、はい、プレッシャーはありましたか。あんまりプレッシャーと思わず、うん、いつも通りと思っていきました、はい、一マーク回った感じはどうでしたか、はい、結構握ってましたよね。そうですね、一番かかりも良くて一番乗りやすかったです。これからも精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。優勝しました清野翔子選手でした。改めておめでとうございます。ありがとうございました。今年のビーナスシリーズの第13戦は優勝戦1号艇人気の中心で清野翔子選手が見事なイン逃げでデビュー初優勝を飾っています。デビュー約10年、通算では10回目の優出で清野翔子選手が見事デビュー初優勝を飾りました。結構人の飛び込んでるんで自分のは2回目です。そうですか。いやもうありがたいですね、みんなで一緒に飛び込めて、はい、はい、よかったです。はい、まあ、まずしっかりいっそいっそ集中して、これからももっと活躍できるように頑張りたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございました。須藤さんやりました。ありがとうございました。